回戦第1試合決闘沖縄拳法空手対テコンドー。初めて巌流島へ現れた男が観客の度肝を抜いた。巌流島史上最速 KO。 その衝撃の突きを放った男、非伊豆国の侍菊野和則がトーナメントに参戦。菊野が放った衝撃の突き、その一撃には秘密があった。それは目音で。菊野の師匠山城師範が秘密を解き明かしてくれた。両手をこう背中を中心につながった状態にしてる。普通だと肩関節から腕が出てるんですけど、僕らは背骨から出すんですよ。そうするとちょっと動くとこの重さがここと関連してるんですね。でこの引っ張る力がここに出てるだけですよ。沖縄に古くから伝わる空手では、両手を目音と考え、左右の腕の動きを連ねることで全身の重みを乗せた突きが出せるという。その目音出があったからこそ4秒 KO 劇が生まれたのだ。聞くのは斧が力の全てを一撃に込め突き崩す。対するは韓国代表テコンドーを駆使するハ・ウンピョ。華麗なるテコンドーの足技を武器にキックボクシングなどで活躍するウンピョ。連続する蹴りはまさに予想を超える動き。基本ボクシングスタイルでテコンドーの다양한발차기、화려한발차기를위주로한킥을많이구사하고있습니다。나래차기상단이랑뭐턴상단같은이제속이는동작들그런것들로이제태권도발차기를많이이제많이보여드릴겁니다。뭐한일전인만큼뭐꼭 지고싶지는않습니다。꼭이기도록열심히하겠습니다。勝つことすらこだわらずに、その瞬間に集中する。やったこともないような、確かに見たこともない、知らない、聞いたこともないような武術と戦う。いやー、こういうのやってみたかったですね。日本伝統空手の突きか、韓国の国技テコンドーの多彩な蹴りか。菊野勝則対ハ・ウンピョ、いざ勝負。巌流島全アジア武術選手権大会2016 in 東京、1回戦第1試合、青方テコンドー代表韓国ハ・ウンピョ。From blue side Taekwondo from Korea, Ha Woon Pyo。 韓国の全国テコンドー選手権大会を制した男とは一体いかなる男なのか。テコンドー界トップ中のトップ、ハ・ウンピョ。これまでキックボクシングの経験もあり、複数のタイトルを獲得。実に経験豊富なこの男が今日はどんな多彩な足技を見せてくれるのか。沖縄拳法空手代表、日本、菊野勝成。
ての夫婦でとは一体いかなるものなのか。菊野勝則、青田180cm、 69.6kg、 テコンドー代表、韓国ハ・ウンピョ。韓国のテコンドー界のトップが参戦しました。菊野にとっては大きな壁。高田170cm、 69.9kg、 沖縄拳法空手代表、日本菊野勝則。相手がどうというよりも自分自身に相手、自分に勝つ、それだけです。あとは自然に任せるという菊野勝則。さて巌流島全アジア武術選手権大会2016第1試合を迎えました。今日のこの試合の解説はまず仕掛け人である谷川貞治さん、よろしくどうぞお願いします、はい、よろしくお願いします。そして元 WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、内藤さん、はい、とにかく楽しみなトーナメントが始まりましたね。第1試合から本当に楽しみですね。まあ、これ谷川さん、トーナメントの難しさってのは様々あるんでしょうけども、3回勝たないといけないんですね。そうですね、3回勝たなきゃいけないんですけど、まあ、トーナメントはよく言われることなんですが、はい、本当にですね、第1試合が重要ですね。まずは、第1試合がもうやっぱり本当に KO の選手でもね、いろいろトーナメントやる格闘技団体ありますけど、やっぱり初戦だって言いますよね。この初戦がいかにってことだと思いますんで、はい、アジアから厳選されました8人のこの武道家武術家によってワンデートーナメントが行われますが、まずは1回戦の第1試合です。大事な最初の戦い。プレッシャー的には菊野選手の方があるとは思います。そうですか。じゃあどうも。さて今始まりました戦いのその最初、プレッシャーが若干あるというその菊野選手の立ち上がりです。まずいってパンチ、一撃ですね。はい、これ見たら、いや押して、これは転落。あ、ないね、プレッシャーないよ、はい、間合いを開けちゃうとテコンドーの選手ってものすごく強いんで、はい、菊野選手は詰めるしかないですよね。勇気を持って、なるほど、間合いを開けるとやっぱりテコンドー選手の足技っていうのは本当に生きてきますから、スッと詰めて、その間合い、この距離感が菊野、これでいいんですね。前に行ってプレッシャーかけてた方がいいですよ。なるほど、ずっと圧力をかけている。相当プレッシャーかかってると思いますね。はい、そうですね。今ご覧のようにハ・ウンピョは下がって2度目の転落ということになりました。これルールを改めてご紹介しますが、プレッシャーで、はい、そうですね、全然プレッシャーでちょっと押し下がっちゃって、1ラウンド中3回の転落で1本ということになります。これね、普段ねキックボクシングとか、はい、K-1 のリングなんか彼上がってん、キックボクシングのリングに上がってるんですけども、うん、ロープがあるから、はい、下がるっていう意識が落ちちゃうっていうのがまだ感覚がつかめてないですよね。この闘技場にはもちろんロープはありません、はい、ご覧のように8メートルの円形でありますが、そのまま押し込んでいけば、これ谷川さん、はい、やっぱり落ち着いてますね、聞くのはね。そうですね、これやっぱり寝技になったら菊野選手強いですよ、はい、やっぱテコンドー選手っていうのはやっぱり寝技はないですから、はい、やっぱり総合の経験ですね、 UFC で戦ったこともある経験のある菊野選手はここはちょっと落ち着いていいですね。はい、また寝技は15秒までとなっています。まあ、菊野にしてみればあと一発でいいパンチを終えて、圧倒的に今有利に菊野が進めているこの戦いです。今うまく戦ってますね、はい、ただこのハ・ウンピョ選手ですね、テコンドーだけじゃなく本当キックの試合でも活躍してるんで、はい、結構テコンドーの選手はパンチがうまくないって言ってるんですけど、結構打ってくると思います。はい、そのハ・ウンピョのキック、まあ、打撃系に持っていきたい、その意味では間合いをもっと取りたいんですが、スーッとこれキックのが入ってきますんでね、ところにね、あー、いいパンチ入った。これはすごい1ラウンド、あっという間にハ・ウンピョ、今意識が飛んでしまいました。キックの勝野選手による一本勝ちとなります。前回の秒殺伝説同様に素晴らしいパンチが入りました。これ谷川さん、すごいすごい、ジャストヒットですね。ジャストヒットですね、本当に、まあ、目音でっていうあれですけど、本当に
沖縄の独特なあの月なんでしょうね。衝撃力がすごいですね。いやーすごい、また一撃です ね。まさに一撃です。これ倒れ方危ないですよ。意識が戻りました。いやそれにしてもハウンピョ強い強いですね。自分の持ち味を出す意図ももなく右の一発、差がちょっとありましたね。菊野勝則がまずは勝ち上がり。いやこれ谷川さん、はい、ハウンピョは、ね、我々も、あのやっぱりテコンドーあのこの眼力の戦い方に慣れてなかったですね。なるほど。だから、まずね後ろに下がる感覚があの分からなかったと思うんですよ。だからうまく戦えなかったですね。そうでしたね。そのうちに詰められて菊野選手のあの必殺一撃が味わったって感じですね。菊野の勝利で終わっています。늘힘든늘힘든건없었는데그냥편하게했어야했는데아쉽다고뒤로빠지고싶은데빠지지못하고떨어지면안되니까그래서좀급했다키크노선수를많이좋아하는데시합봤을때이제킥으로많이할생각을했었는데키크노선수가너무느렸다느려가지고방심을많이해가지고주먹으로이제끝낼수있을것같아가지고너무급했다